海道。皆さん、こんにちは。こんにちは。ゆうたろうです。ひかりです。兄貴です。妹です。はい、兄弟道チャンネル。本日、1月15日は、私、ひかりの誕生日でーす。イエーイ、おめでとう。で、実は、2日後の17日は、兄貴のゆうたろうの誕生日でーす。イエーイ、チャンネルでは、まあ、誕生日プレゼント毎年交換してるんですけど、その誕生日プレゼントの代金をかけたゲームをしてやっていこうかなと思います。おー、おもろそうやな。ということで、私23歳になります。なので23,000円。あ、23歳やからね。そう、はい、プラス、私は31歳になりますので、3たす1は4万円。31万じゃないよそこ。いやいや、おかしい。普通そこ3万1000円ですよね。どっちかというと、まあそこは4万円でいきたいと思います。じゃあ6万3000円。お、まあこれだから全部買ったら6万3000円分のプレゼントをくれるっていうことでいいよ、うん、そういうことやな。全勝したら3本勝負3本勝負よし。ということで早速ゲームスタート。兄弟道。はい、それでは早速1種目目ルール説明、マスティお願いします。はい、1つ目はぐるぐるマットサンドバッグ切りタイムアタックー。よいしょー。あれ、テンション曲ないですか？盛り上がっていきますよ。はい、それではルール説明します。まずは仮スティックで10周しましょう。その後端っこにあるサンドバッグを思いっきり切ってください。タイムアタックで速い方が勝ちとなります。よっしゃ。それでは先攻後攻じゃんけんお願いします。 OK、 最初はグーじゃんけんぽい。あんしゃー、ここ OK。 じゃあ俺からね。じゃあいきますか、レッツゴー。ハンデ要求。回るスピードが違う。回るスピードが違うから。ああ、2回3回。3回でかない。だから10周して、うん、7周。どうですか、マスピー。それでいきましょうか。オッケー。3周これ相当早く回らな、無理ちゃう。あ、ここのゲームの、設定金額1万3000。1万3000。オッケー。あー、話変わったやんか。でもやるしかない。よーい、スタート。一緒数えてんの。47で。いや、これ回るスピードやん。マジか。これ回るスピードちゃいます。高校光いきます。じゃあ7って言ったら終わりってこと。ややこしいな。はよせえ。あー、よっしゃ。よーい、スタート。はい、1 2。もうやばいやばいやばい。3、やばいやばい、これやばいやばい。4、やばいやばい。5 6、やばいやばい。7。ちょっとこれ回るスピードやん。21秒80。いや、負けやん。これ全然全然全然これ同じ回数回ってよかったやん。もうハンデなしな。でもいい感じのハンデじゃなかった？5秒やで。5秒違かった。まあこれが8歳差の宿命やわ。 OK、 じゃあ第2ゲームいきましょう。はい、それでは第2回戦。2回戦、マスピお願いします。はい、2つ目はリズボクコンビネーション記憶対決。いやいやテンション上がってるやんか。1回勝ったから。じゃあマスピお願いします、ルール説明。
はい、この後私が、3つのコンビネーションをカメラの前で行います、はい、でその3つのコンビネーションを1から3まで覚えてもらって、僕が1と言ったらそのコンビネーションをしてもらいます。で3と言ったら3のコンビネーション、はいはいはい、で、より間違えずに多くできた方が勝ちとします、はい、なるほど、わかりました。そこの間違えた間違えてないのジャッジはもう完全マスキーですかね。僕が見ます。はい、これなんぼ設定金額2万。2万、 OK、 買った方が2万円。よっしゃ、次は負けられへんな。 OK、 では行きましょう。 Yes。 どうしよう。ちゃんとサングラスしてるな。 Are you ready? OK。 ナンバーワン、もう一回。ナンバーツー。大丈夫？ワンモータイム。間違えました。そう待ってよ。ナンバースリー。構え変えない。マジで。どうした？どうした？いきなり。え、フック、フック打ってます？そこフック打ってます。せーの。ファイ、シックス、ロック。フック？これフックです。え、この後っすよ。この後、これフックジャブです。ジャブかい。ジャブかい。それロボジャブです。一回いきますか。はい、ラスト。あ、やばい。うわー、オッケー。このゲームむずっ。じゃんけんします。最初グッじゃんけん、はい、アイコでしょ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 、あー待ったわ、コートまで。OK、 ジャッジ。いきます。はい、ワン、ツー、ファイ、シン、サン。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。そんないきなりは無理やで。おい、1、お、ファイ、シン、セ、ゴー、おい、3、ファイ、シン、セ、ゴー、ブブーン、うそ、うそ、え、そっか、2回目、イエーシ、よし、チャンス。今ギリギリストレート打ったやん。ブブーです、ブブーです。リプレイ、リプレイ、リプレイ、ゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
します。一、ワン、ツー、ファイ、シックス、セット、ゴー。やったやつやん。そうです。今回は距離がもうちょっと短くなってます。はい。なるほどね。8回連続でそれぞれ蹴ってもらいます。はい。早く入れた方が勝ちとなります。8回連続。8回戦ね。やったことないけど、やったことない。頑張ります。これ掛け金。なんぼ？ 3 万。3万、いっちゃんでかいやつね。だって3万やろ。3万や。もうこれ俺取るしかないやん。どう考えても。頑張ります。さあ、全国ここね。最初はグー、じゃんけん、はい。よっしゃあ、僕決めれると思うので、高校で。オッケー。じゃあ、頑張ります。行きましょう。
の記憶だこれ。こんぐらいや、こんぐらいやらな。入らんで絶対。いやあ、強いか今のでも。4回目。はい。ああ、くそー。くっそー。あっ。ああ、今入ると思ったー。ラスト決めるか、ラスト。最後はどうします？手でやりましょうか。投げるってこと？投げる。どこから？同じ距離？同じ距離で。交互に。これ誰が見ておもろいね。ここの勝負。エンディング。結果発表。いやもう焦げごっこやん今の。全然浜ちゃんちゃうやん。浜田さんに怒られますよマジで。じゃあ結果発表。おっしゃ。ということで。ゆうたろう3万円。おっしゃ。光3万3000円。3万3000円という。もう一番仲ええ終わり方してもうてすいません。あ、最後入れるべきやった、ほんまに。もうちょっと最後は負けられなかったな。残念。でもおもろかった。うん。いや、おもろかった。うん。ということで、今年の誕生日プレゼントの交換はですね、3万3000円分ください。OK。3万円分あげます。ありがとう。ああ。本当に3000円差でいいのか。おい、そういうプレッシャー8歳差やのに3000円差。おい、毎年こうやって詰められるんですよ。丸が一つ足りひんよな、はい、8つ離れてると毎年こうやって詰められますけどね。まあちょっと考えておくわ。まあプレゼント交換の内容はまた報告するかも。なるほどね。しないかも。OK。知らないです。OK。はい。ということで、31歳になったゆうたろうと23歳になったひかり。今後ともうちの兄弟をよろしくお願いします。それではこの動画面白いと思った方はチャンネル登録と。よろしくお願いします。また来週。また来週トレーニングも頑張ろう。兄弟道ダブルダブル入ろう入ろう嬉した嬉した嬉した。